はい、皆さんこんにちは、国とこないんです。今日は特別な日です。なぜなら TikTok クリエイターサミットに召喚されました。ある日、普段は見慣れないメールが届きましてね、開いてみるとなんと TikTok イベントへの招待状が。驚きとともに、なぜこんな小さなチャンネルの私がと疑問が湧きました。そもそも75フォロワーですよ。この75名の方、心より感謝いたします。運営さん、洗濯ミスしてませんか、なんて思いつつも、嫁さんに背中を押されて参加を決意しました。しかし、もともとコミュ障な上、還暦間近のこの私が若い人に混じって交流を深めるなんて、ハードル高すぎるわと、イベントが近づくにつれ、不安と恐怖がどんどん膨れ上がり、夜も眠れない日々が続きました。そして迎えたクリエイターサミット。果たしてこんな田舎者の私が大都会でどうなってしまうのか、ぜひ最後までご覧ください。こんな田舎からこれです。世界が違いすぎる。とうとう来てしまった。こんにちは。急におしっこしたくなっちゃった。こんにちは。受付はどこですか。スタッフがテキパキとしていて気持ちがいい。はい、はい、アットマーク国とこないん。名簿になかったらどうしよう。はい、よかった、ちゃんとあったっぽい。てか秒で名札をピッキング。この人すご、はい、ちゃんとしてるな。はい、こんな立派なの作ってくれたんだ。場違いさん。大会は16時を予定しております。本イベントはクリエイターの皆さんの交流と成長を目的として日本初開催のイベントになります。会場内での写真動画撮影は可能です。他のクリエイターが映り込む場合は必ずその方に許可を取っていただくようお願いいたします。Ladies and gentlemen, welcome to the TikTok Creators Summit Japan 2024. 皆さん、ようこそお越しくださいました。それではまず初めに本日の会を代表いたしまして、TikTok APEC General Manager 佐藤陽一よりご挨拶をさせていただきます。それでは佐藤さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。TikTok の APEC General Manager を務めております佐藤と申します。皆さんお忙しい中、本日はあの TikTok クリエイターサミットジャパン2024においていただきましてありがとうございます。あの MC たくさんのっけからガンガンに盛り上げていただいて、こんなにいい反応があるものなのか、それでちょっとこうあの緊張が高くそういう格好する。最後までぜひゆっくり楽しんでいただければと思っております。ありがとうございました。TikTok Japan 執行役員運営本部長佐藤智弘よりお話しさせていただきます。それでは佐藤さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、 TikTok Japan 佐藤智弘と申します。TikTok クリエイターサミットへようこそお越しくださいました。本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございます。今回のテーマはトレンドを超えていけです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、おおっていう声出てました。あ、どうも、ビスマテッシュです。お願いします。すごい盛り上がってましたよね、オープニングから。はい。あの盛り上がりの声聞いて、はい、飲食店やったらこれ絶対入っていかへん店やなと思って。大迷惑ですね、これは。いえいえ、そんなことないです。いえいえ、もうでも今日はあの貴重なお話をね、お三方から聞けることを皆さん楽しみにしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかあの、又吉さんワールドになり始めてるという、皆さん感じますか。又吉さんの空気感に。いろいろ今日僕はもう教わるつもりで、はい、お邪魔してるんで。とんでもございません、こちらこそ、はい。ちなみにどういった動画よく見られますか。なんか料理とか。あ、意外ですね。はい。
料理がお好き。料理がそんなに何ですか、知識がないんで、はい、これどうやこの野菜どうやって切るんやったかみたいなやつとか、なんかそういういろんな、あとカレー余ったやつ、はい、どうしようみたいな、まあ、おそらくカレーうどんなんやろうなとか思いながらなんかこう目指してもらったりしてますね。なるほど。じゃあ結構調べるときに使われたりされることもあるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。そして最近皆さんショートドラマよく目にしてません？ごっこクラブさん、ショートドラマ流行のもう先駆け的な存在というか、もうパイオニアって言っちゃっていいんじゃないかと思っているんですが、今ショートドラマが話題になっている理由はごっこクラブさん的に何でだと思いますか？そうですね、結構僕たちショートドラマ作ってもう2年3年と経ってきているんですけども、やっぱ TikTok に合わせたコンテンツを作りながらも、あの次世代のアートとして作ってきている反面もあります。なのでということで皆さん、もっとねお話聞きたいと思うんですけれども、時間になってしまいましたので、又吉さん、そしてごっこクラブの皆さんに大きな大きな拍手をお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、TikTok ジャパンの早川と申します。本日はよろしくお願いします。今回スペシャルゲストをお呼びしております。それではお願いします。グルメクリエイターのうさみさんと、ショートコントクリエイターのネクソサナさんです。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ですが、それぞれ自己紹介をお願いできればと思います。うさみさん、じゃあお願いします。はい、関西と東京のグルメを中心に、いろんなグルメを回っている、グルメクリエイターのうさみです。よろしくお願いいたします。日常に起こっていそうなシーンというものをテーマにコントをやっておりますネクストサウナと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その頃僕らまだあのアルバイトをしておりまして、2人ともしてたんですけど、はい、一緒に商品の陳列しに行ったりとか地方まで行ったりとか、はい、していた状況で、ただその時もドラマに出演させていただいております。大川大河です。本日はよろしくお願いします。Alright, first of all, Mike, it is a real pleasure to have you in Japan. Likewise. And for those of you who, for those people who... Once again, it's a pleasure to have both of you in Japan as well. Would you like to briefly introduce yourself? Hello, my name is Josh. And I'm Matt. And we're from Melbourne, Australia. So we do interior design, renovation, and DIY. It started as us making candles in our kitchen 3 years ago, and now it's our full-time job, and we've got about 6 million. こちらの会場はプラットフォームを超えていてのセッション会場となりますが、皆さん間違えてないですか？大丈夫ですか？あれ？すごい目立つ髪色の方が考察します。クリエイターでプラットフォームを超えて活躍するラブマツさん、そして TikTok ジャパンコンテンツ運営クリエイターチーム飯塚亮にもご登壇いただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。こちらのセッションでも参考になるお話がたくさん聞けました。そしてこのあといよいよ交流会、すでに緊張してきた。誰とどんな話をすればいいのか全然わかりません。陰キャだもんね。実はアフターパーティーは当日まで全く知らされていませんでした。ジュースやサンドイッチぐらいは出るのかなくらいでね。え、アルコール出るの？先に出よう。いただきます。ありがとうございます。すぐそこだ。そこだ。私たちのテーブルは9番テーブル。国とこないに合わせてくれたのかな。まさかね。しかも真ん中だよ。待遇良すぎだろ。ということでごめんなさい、なくなりました。乾杯。乾杯の後、私はこのメンバーのプロフィールに愕然とします。乾杯。ここで9番テーブルメンバー紹介します。パフォーマーでクリエイターの大川さん、 TikTok 67万フォロワー、国内外のテレビに30以上出演、22カ国にて招待出演を受ける。いきなり来た。これ
石川テレビ副部長でクリエイターの竹ソーンさん、ベトナムで SNS のフォロワー50万人超えのインフルエンサー、現地では街を歩けば若者から声をかけられるほどの人気クリエイター、 YouTube 登録者2万7500人の釣り子テレビさん、全部合わせると13万人ぐらいいるんですけど、失礼しました、登録者数13万人の釣り子 TV さん、本業は映画やテレビ、CM 等の撮影を手掛けるプロのカメラマンです。 TikTok はもちろん、インスタグラマー、YouTube、SNS ディレクターと多方面で活躍している Your Select さん、 SNS ディレクター呼ばれてみたい。こう言ってんの斎藤ゆかりさんはフォロワー13万4000人、総フォロワー数29万人、小麦粉の専門家、粉まじ動画クリエイター、元大手製粉会社研究職5年、レシピ本2冊出版、テレビ出演経験あり。こんな浮世離れしたメンバーの中になんで俺が入ってんの、運営さんおかしいでしょ。だがしかし、ここまで来たからには楽しんで帰りましょう。二度とこんな経験できないんだからね。やばい。一応グルメ系なのでビュッフェの映像をどうぞ。うまい、素晴らしく調和の取れた味付け、いい食材使ってるな。店で食べたら5000円はくだらないコースでしょうね。柔らか、臭み一切なし、濃厚な旨味のみ、これもいい豚肉使ってんな。まさかここでショートメシテロ取れるとは、運営さんに感謝いたします。あらゆるシーンに対処できるよう七味も仕込んできました。岡さんよかったな、自分の動画のまさかの、うん、初めはどうなることかと不安でいっぱいでしたが、おかげさまで素晴らしいひとときを過ごすことができました。 TikTok 運営さんはじめクリエイターの皆さん、視聴者の皆さん、ありがとうございました。今日はこの辺で失礼しますが、交流会はここから爆上がります。次回日時は未定ですが公開予定です。どうぞお楽しみに。バイバイ。